アメリカ軍のパラシュート降下訓練は日米合意で原則伊江島で実施することになっていますが、アメリカ軍は今月3日、嘉手納基地で3ヶ月連続となる降下訓練を実施しました。嘉手納基地での同訓練の状態化は日米安全保障協議委員会の共同発表で確認された嘉手納基地における負担軽減に逆行しており、我慢に我慢を重ねてきた町民の怒りは頂点に達しつつある。年間での実施回数も過去最高を更新し続けていることから、嘉手納町議会は今日午前の本会議で訓練の全面禁止を求める意見書と抗議決議を全会一致で可決しました。決議ではこのほか日米合同委員会で合意された例外的措置の撤廃も求めています。